こんにちは、ももみだ。はい、ということで今日はですね、私のいとこの持ち込み企画です。今からいとこに電話して、いとこが言った料理を私が作っていきたいと思います。で、今回は韓国料理とか和食とかだったら私も食べたことあるし、もしかしたら作ったことあるかもしれないから、そういう料理ではなくって、私が作ったことないような料理の名前を言ってくれるみたいなんですよ。で、昨日材料だけ先に言われていたので、その材料は買ってきました。その材料を見ても何かは私ちょっとまだ分かっていないので、今から聞いていきたいと思います。あれ、聞こえる？聞こえた。あ、よかった。こんにちは。塩コショウとか書いてなかったけどさ、そういう調味料はさ、いらないってこと？それとも私が考えて調味料までやる？考えて入れて。え、やっぱ使うものあるよね。例えば醤油とかさ。でもあの中に入ってると思うけどね。おのさんに作っていただく料理はアクアパッツァでございます。イエーイ。アクアパッツァね、私聞いたことあるけど食べたこともないし見たこともないの。いや、アクアパッツァ食べたいなとか思う日ある？あなくない？どこの料理なの？まずフランス料理。フランス料理はマジで食べたことないもん。ふみちゃんに昨日言われた材料、まず白身魚、タラ、ミニトマト、でパプリカ、ピーマン、長ネギ、マッシュルーム、あとアサリ、これでもいい？ムール貝はまず売ってなくて。あー、そっか。そうで、エビにした。まあいいでしょう。ニンニクとこれでいい？一かけ。生姜はこれあるよ。で、白ワインでしょ。え、白ワインってさ、料理用とかあるの？普通にさ、飲むやつ買ってきた。あ、いいよ、OK。それでいい？ふみちゃんがさ、その提示してくれた材料の中にいらないもの何個入ってるの？あ、じゃあ、いらないものをが何個入ってるか発表します。はい、2つです。いらないものすぐ分かったから。それを聞いてみようか。じゃあピーマン。だってさ、パプリカとピーマンって一緒じゃん。フランス料理って聞いて長ネギいらないかもって思った。ほーとりあえず桃的にピーマンと長ネギはないと思ったから、私のイメージはなんかムール貝って来た時点でご飯が入ってるやつを想像したの。パエリアでしょ。あ、そう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 。え、米使わないんだよね、これ。どこまで言っていいか分かんない。ももがこんな感じかなっていうの先に言ってもいい？あ、いいよ。ももの想像的には白身の魚を焼いて他の食材をあんかけにするみたいなやつ。おー、美味しそう。美味しそうじゃなくてアクアパッツァじゃないといけないんだよ。じゃあとりあえずパプリカを切りますね。はい、お願いいたします。パプリカ切ったことないんですけど。ピーマンですかね、これ。どうぞ。でも私なんだかんださ料理してるからね、同棲始めて。昨日とかもご飯作ってるし。そんなことできるようになったの？作ってなかったっけ、昔。で、なんか二人で住んでる時は大きいフライパンにパンパンに肉じゃが作って、それを3日ぐらいで食べた。そうだ、肉じゃが作った。あやせよ、水木麦だ。声でっきいわ。出来上がったところで誰が美味しいとか判断する？自分。え、男はいないの？今日寝てる。あ、わかった。ムニエルみたいな感じ。ムニエルわかんの？私ムニエル作れる。てかトマトって何なの？最後に乗せるってこと？それともこいつも焼くの？そう。え、マジでわかんないんだけど、こっから。だって普通にふみちゃんの言った通りにやったらさ、水？なんで水使うの？スープみたいな感じってこと？ヒントとして水の量を教えてやるか。しょうがねえな、うん、2分の1カップです。2分の1カップ？何のカップの？
だって。コップ半分。え、じゃああんまりないからスープではないね。じゃあオリーブオイルを引くね。あ、それモモの曲やん。それさ、なんていうタイトルか教えてあげようか。知ってる？あ、私当てたい。いいよ。ウサギが野原を駆け回る冒険の一日。でも惜しいよね、ちょっと。さあ、正解は？ドッグパーク。え？犬公園。そう。とりあえずこれに小麦粉をかけるわ。あ、待って、生姜とかニンニクとか何も使ってない。ちょっとニンニク切る。え、待って、生姜いらなくない？なんで？だって生姜ってさ、和食じゃん。生姜いらないかもしんないから、生姜も抜くわ。小麦粉、じゃあもう私仕上げに入る。え、すごい。仕上げ、え、じゃあニンニク入れて、いきまーす。ドーン。かわいい。これを入れるね、全部。え、水今入れるね。なんで入れるのですか？何のために入れるの？これくらいの水入れるときって目玉焼きくらいしかないんだけど。多分モモが想像してるやつと赤パッツ全然違う。見た目はもしかしたらパッツかも。蓋するわ。蓋して、ちょっと蒸す。あ、トマトはいつ使うの？あ、待って、やばい、卵忘れてた。卵？卵にって書いてある。卵ね。あ、どうしよう、卵といつ使えばいいのこれ。卵で閉じるってこと？意味わかんない料理になってる。なんかさ、スープみたいになってるよ。でもこれに卵入れたら多分和食になっちゃう。ってことはいらないものってこと？え？じゃあネギがいるってこと？知らないけど。私卵使わない、多分これいらないと思う。お、塩コショウする。よし、白ワイン入れます。え、白ワインの量だけ教えて。大さじ3から4。え、そんな入れんの？適当に入れるわ。え、今なんで聞いた、適当に入れる。味見する。うわ、めっちゃワインなんだけど。アクアパッツァのアクアってさ、この入れた水のことかな。だからちょっと聞いたときにスープかなって思ったの。うん、パッツァは何？パッツァわかんない、フランス語でしょ。よし、これでいっか。ちょっと男梅叩き起こして食べさせたいけど、ね、ちょっとまで持ってって一口食べさせるのいつもの男梅アクアパッツァ作ったよ。ねえ、ちょっと待って、ふざけないで。やめろよお前。ふざけないで、絶対言うよ。はい、じゃあ完成しました。アクアパッツァです。あー、綺麗じゃん。これ正解は、うん、それだけで結構変わるくない？え、そう、全然違うんだけど。長ネギと卵がいらなかったってこと？そういうこと。え、すごいじゃん。普通に美味しいよ。でも食べたことないから味が近いのか分かんない。そうだね。正解が分かんない。